皆さんこんにちは、レック専任講師弁理士の佐藤です。今日は、令和5年度の弁理士合格者対談ということで、一発合格者の方ですよね。で、斉藤ひとみさんに来ていただいたんですけども、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、いくつかねちょっと質問していきたいと思ってるんですけども、はい、よろしくお願いしますね。はい、じゃ あのまず資格はたくさんあると思うんですけども、はい、その中で弁理士を目指そうと思ったきっかけですよね、まあ、それを一言ちょっと教えてもらいたいんですけども、はい、どんなことでしょうかね。そうですね、私は、昔からちょっと法律に関わる仕事がすごいかっこいいなっていうか憧れがあって、うん、その法学部に入学したんですけど、そこでその大学で知的財産法の授業があったので、それを取ったらすごく先生が面白い弁理士の先生で、うん、授業がすごく面白くて、その知財の世界っていう、あ、こういう感じなんだ、面白いなっていうふうにすごく興味を持って、それがきっかけで目指そうと思いました。あ、やろうと思ったらそのきっかけですね。大学の、はい、授業でっていうことですかね。はい、何年生から大学に今授業って知財法ってやるんですか。かなり僕らのことは違うと思うんですけども、何年生、2年生からやるんですか。だったと思います。2年生からも知財法って入っちゃうんですね。あ、でも取らなくてもいい授業で、選択で一応やるっていうことですかね。はい、そうですね。ちょっと自分の時ってもほぼね、知財法とはもちろん言わなかったんですけども、うん、多分工業所有権っていう授業です、はい、特許だけ、特許だけですか。いや、ちなみに文系の学部なので、はい、やっぱり特許というよりは衣装とか商標が中心、商標中心なんですね。はい、僕らの頃と今時代が変わっちゃって昔はもう特許だけですよね。特許だけでずっとその弁理士さんっていうか特許者の先生がいらっしゃって、はい、僕らこう受けてたっていうイメージで、うん、まあ有名なところで吉売先生とか、ああいうあの手の先生方がいらっしゃって受けていたっていう状況だったんですけど、かなりもう変わってしまってるんですよね。そうです、商標とか、それも商標もやったんですか。衣装もやりましたね。衣装珍しいですね。もちろん商標とかっていうとメジャーな科目なので、まあやろうかなって思うんですけども、どうですか、一番最初のこう、まあ、1年だと通常憲法があって、はい、でなんかと民法総則、うん、で物件がだいたい2年から始まっていくので、 それの途中でどうですか、知財法やって分かりました。いや、なんかその他の法律との絡みとかは全然分かんなかったんですけど、なんかその触りとしてはその興味をこう持てるような感じはしましたね。面白い感じで、はい、判例とかが中心で、そのこれとこれは似てますか似てないですかみたいな事例の研究なんですね。そこから行っていって、あと理屈を立てていくっていう世界でやっていたんですね。それで、弁理士資格をやろうって言ったのが最初のきっかけで、はい、あとなんか影響することってありました。世界的なこう仕事ができるとか、いろんなもう他の仕事と違って、僕は可能性があると思ってるんですけども、まあ、最近少し人気がね下がっちゃったっていうのがすごくあって、すごく残念だって思ってるところなんですけども、うん、他なんかこうやっていて面白かったなっていうのがあったら、まあ、特に学生の時ですね、はい、教えてほしいんですけども。そうですね、私は、まあ、その時はちょっと将来どうしようかなってあんまり、うん、決まってない時だったんですけど、はい、なんかそのどこかこう専門性をなんかこう生かしたなんかプロみたいなお仕事がしたいなっていうふうに思ってて、でもなんか特にピンとくるものもなくて、でそこで授業を受けたんで、なんかこれはその資格もやっぱり必要ですし、そのすごく専門的な知識を必要とする、うん、資格なんだなと思って、ちょっと魅力を感じましたね。僕の時は割と、まあ、今でもそうですけど、ニッチというか、まあ、極めて珍しい資格だったんで、うん、はい、まあなんか変わったことをしたいなという人がかなり、うん、まあ、特に法学部の人って受ける人が多かったイメージがあって、まあ、かなりね変わった方がやっぱ受けるっていう資格だったっていう記憶があるんですね。そうですか。でちょうど今修習やってますよね。どうですか、はい、結構面白いですか、収集。あ、面白いですけどちょっと難しいですね。あ、難しい、はい、うん、まだ特許の段階なので、ちょっと専門的だな、その理系の面でちょっとなんか、あ、明細書一応案として書いてみたりってことをやるんですね。はい、僕らの時代と全く違って、僕らの時代も義務収集がないので、うん、行ってもいいから来てもいいっていう世界だったのでまああまりねその辺がちょっと僕らの時代でもかなり変わっちゃったなっていう感じなんですけども、はい、半年ぐらいやるんですよね。
あの修習って、そうです、そんなに長くないんですか。3ヶ月くらいですかね。あ、3ヶ月やって提出を行ってっていうことですかね。受かった方は皆さんやるんですよ。そうですよ。昔と違って全員あの実務やってる方もそうじゃない方も一応やるでしょ、はい、まあ、それが、まあ、僕ら全然わからないんですけども大変だなっていうのがまず ありますよね。ただ未実務でもね入っていけるっていうことがあるので、今、ね、昔は本当にもう事務所に入ってとか会社に入っても1から0からやるっていうイメージがあったけど、ある程度、まあ、全然ねそのあれとは違うかもしれないんですけども、やってもらえるっていうことがまあいいのかなっていう気もしますけどね。うん、そうですね。でじゃあいくつかちょっと受験のことについてお話を聞きたいと思ってるんですけども、はい、じゃあ資格の手段っていうかね、としていろんな学校あまたあると思うんですよ。その中で、まあ、レッグを選んだっていうのは一体どういう理由によって選んだんでしょうね。はい、そうですね、私はあの、まあ、短期で合格したい、はい、というか、まあ、一発でなんか受かれるなら受かりたいなっていうのがすごく強くて、うん、でまあ、いろいろなその予備校をちょっと見てみたりはしたんですけど、やっぱりレックのその短期合格の実績がすごいので、うん、そこが決め手でした。ああ一発で受かるっていう合格実績あったので、はい、一応レックを選んだってことですよね、はい、確かに、うん、まあ、選択肢がね、まあ、結構もう今予備校さんも増えていて、まあ、ネット予備校を含めるとたくさんたくさんありますよね。で多分いろんな選択肢があって時間との関係でいくと、あれがどっちかというと通学通信、まあ、通学が中心で、まあ、もちろんね、まあ、通信もできるんですけども、どっちかというと通学中心です。で斉藤さん通学ですよね、はい、どうですか通学っていうのはどんなイメージっていうか、通学の方が良かったっていうところあります？そうですね、私はあの通学にすごくこだわっていて、はい、あのやっぱりその行ってリアルタイムで受けて、はい、ってしないとちょっとモチベーションがなんかだらけてしまいそうだなっていうのがあって、あとはその勉強のペースとかをちょっと掴むためにも通学がいいなって思ってて、でもその点は本当にあの通学で私は良かったなと思います、うん、どうですかね、最初こう勉強するでしょ、特に受験の勉強って僕もそうだったんですけど、なかなかね飽きるんですよね、うん、まず最初に入って1時間まず座れないんですよね。でそれが相当時間かかって、座って次2時間って座れなくなっちゃって、またそれが時間かかって、最後にはだんだん座れるようになって、ずっとまあ試験直前は何時間やってもあまり変わらなくなっちゃったんですけども、どんな感じでこう、まあ、特に1年なのでどんな感じで1時間2時間って伸ばすことができたんでしょうね。そうですね、最初の方はその話も難しいですし、はい、なんかまあ正直そのなんかちょっと 何言ってるのか全然わからないっていう状態だったので、うん、まあ、確かにちょっとしんどい時もあったんですけど、うん、でも割とすんなりあのその何時間も受けるっていうのはなんかお話にこう集中して聞いてると割とすぐ時間経ったりとか思いましたね。そうか自分の時はなかったらなかなか本当にね、なかなくってなったのがたまたまだ、それも相当経ってから僕はなったので、最初は本当にあのそのまあ、もちろん僕は一発合格ではないので、まあ、そうなって時間かかったんですけども、まあ、最初は大変なんですよね。ともかくこうどういうふうに成績ってこう上がっていきますか、こうだんだんこう上がっていくのかな、それともこう来てこうですか。いや成績は、うん、なんかずっと割と低空飛行な感じ。こう来てってことですかで、はい、もうどうにかその合格ラインに、うん、なんかその試験日までに乗せないとまずい、うん、ずっと思ってたんですけど、特にそう急に上がったというよりは、まあ、気づいたらあ合格レベルだったんだっていう感じでした。そうかな、そんな風に思わなかったけど、こういってこういう感じなんだね。そうですね、こういう感じで、それが多分早く来て、はい、ある程度受かりそうだなと思ったのいつ頃ですか。受かりそうだなと思ったことはなんかあんまりなくて、はい、まあ、担当の時は、うん、あの割と実感があって、あ、解けたなっていうのは思ったんですけど、ちょっと論文とかは本当に手応えが全然なくて、あの模試とかでも一回もなんか合格点取ったことないみたいな感じだったので。そうだね、でも担当やっぱし終わった瞬間受かるって思ったんですね。あ、そうですね、担当は割と、うん、客観的だからね。そうですね、うん、で多分
やったことと多分本試験のやつってあまり変わらないんでしょうね。でも多分本試験の論文っておそらく多分、まあ言い方おかしいかもしれないけど、多分違うのかもしれないですね。採点の基準とかあ、出そうで題すとね。か、あとその難易度とか、あとどういうことを書いてる、受かる受かんないっていうのは多分違うんでしょうね、おそらく。そこでまあできてないと思ったけど、まあできてたっていうことになるので、多分そこはちょっと違うのかもしれませんね、ローム式試験ね。確かに紙で書くってことだから、まあ、結構ね、いろんな、まあ、採点の基準もあるだろうしっていうところがあるので、で、やっぱり一番難しいのは担当ですか、論文ですか。担当だと思います担当ですね。ね。担当さえなんとかなれば、今もしかすればってありますよね、ありま割すと。ね。ちょっと本当に論文がその担当の問題みたいなものが今年は出たりとかしたので、担当はやっぱり大事なんだなって思いました。担当がちゃんとできればっていう感じですよね。たればもしかすると論文もしかするとその年受かるかもしれない。そうですね。アウトプットの仕方が違うだけなのかなと思って。そうですね、アウトプットの仕方がちょっと違うっていうだけなので、はい。やっぱり聞いてること、それはまああまり変わらないのかなっはい、ていうとそころう思いまと、す。割とヒントが今の問題ってあるんでしょ。まあ、あ特りにますね。特実っていう科目、一緒とか小はね、ちょっと違うかもしれないけど、特実っていう科目は割とヒントが出ていて、そこにいかにこうアプローチして解くかっていうところになるので、そこですよね、多分ローム式試験ね。分かりました。で、レッコしていただいた理由はこれでいいと思うんですけども、じゃあカリクラムとか実際上教材ってどうでした。いろんなも教材とかあるじゃないですか、どうでしたかね。特に私は入門の時期のテキストとか講義とかがすごい良かったなって今思ってて、通学がまあ4月からちゃんと始まると思うんですけど、その前にエッセンシャル講座が始まるので、その私はもう知財に関して全然知識がゼロの状態からだったので、なんか通学いきなりその通学しだすとちょっとなんかついていけないんじゃないかなっていう不安があったんですけど、その前にこう、まあ、予習というか2月くらいから始めたんですけど、そのエッセンシャル講座で一通り本当に基本的な部分だけをこう一周できたのはすごく良かったですね。エッセンシャルって、まあ、これ聞いてる方は多分このクラスの特徴なんですけど、まあ、すでに収録されてるものがあって、まあ、それが大体、当時だったら15、6回やったのかな。そうですで、ね、そ15、う6回で大体1回回すっていうことなので、どの国家試験もそうなんですけど、科目多いものって1回こうガッと回さないといけなくって、あまり深くやっちゃいけないって昔から言われてるんですね。だから8科目とかっていう科目をちょーっと、まあ、1回2回くらい回すっていうのが15、6回の回数で僕はいいと思っていて、まず1回回してこんなことだって分かればいいと思ってですね。で、今日たまたま斉藤さんが持ってきてくれたのってエッセンシャルっていうものなんですけど、まあ、今年のやつはちょっと違うんだけども、こういう内容ですよね。簡単に言うと、このテキスト1冊だけで特実、医書、上、付上って全部入ってるんですね。そうですまあ、それをくるっと回して、まあ、普通だとこれ、各科目ごとにあるんですけども、まあ、そうじゃなくってこれ1冊で終わってしまうというところでやっていて、まあ、それは多分何でしょうね、どの国家試験でも特に試験科目多いのって、まあまあ焦って最初言うので、まあ最初にこれをやるというところでやっていただいたっていうことですね。で、これは良かったっていうことですかね。あとはどうでしょうかね、入門の講座はちょっとまた僕のやつは違うと思うんですけど、かなりやってることとかテキストも全然僕やってるの違うでしょ。あれどうでした？そうですね。なんかその入門の講座でもう一通り担当も論文もなんか必要な知識は一応その一回こう制覇できるっていうか、本当にそれ以上あんまりこう余計ななんか知識を入れなくていいっていうのがすごい良かったなと思いますね。そうですね。あれでとりあえず終わらせるっていうシチュエーションでやっていて、できれば何だろうな、問題、まあ、書いてるものを読んだだけでは解けないから、担当の問題、あれを含めて考えちゃうと大体具体的に少しなっていくっていうところで、あれはやってるんですけどもね。まあ、あれはあれでっていうことですかね。あと担当の勉強って、アドバンスが中心ですか。いや、私は過去問とその、まあ、入門コンプリートのクロエストレジュメあっちの方がをいい。使ってましたね。アドバンスはね、いい悪いはちょっとあり、まあ昔はね、本当に
もう少しコンパクトにまとまっていたんですけど、今も回線含めてたくさん増えちゃって、分厚いしかつ情報がかなりあるので、はい、地球上の回線に近いことになっちゃってね、ちょっと簡単、早く受かるんだったらあれだけ中心にやってるとちょっと難しいということですかね。で、入門で配ってるクレストってまた別のやつがあって、そっちでやった方が良かったっていうことですね。そうですね、あのアドバンスはやっぱり、もうなんかすごく分厚いので、あの本当に担当にしか出ないような細かいところをちょっと辞書みたいな感じで見たりとかする程度で、基本的な部分はもう入門のテキストでやってました。なるほど。で、条文の読み込みってどうやってやってました？そうですね、読み込みってこれずっと条文集見て理解できました？はい、いやそれはできないです。これ不可能だと僕思ってるんですね。はい、で、僕もこう教えていて、かつ他の試験も自分やってたことがあるんですけども、その時も読み込めって言うんだけど、それ相当できる人じゃないと多分読み込んでパッと想起できないでしょ、言ってることがまず分からなくないですか？はい、でじゃあそれは問題集使いながら、過去問使いながら、いやこういうことになってるんだってことを見たっていうイメージですか？そうですね、あとは、佐藤先生が結構その条文の解説をしてくださるので、はい、その条文にそのまま佐藤先生が解説していた内容をもう直に書き込んで、でそのポイントも一緒に覚えるっていう感じでした。あ、なるほどね。でそれがこの四法対象に入ってる。あ、そうです、全部そこに書いてました。皆さん四法対象は見たことあるのかしらね。で簡単にやっぱ書いてると思うんですよ、斉藤さんのってこんな中身になっていて、四法対象表っていうのは僕はあまりつかなかったんですけど、これでいろいろ書いて、色分けも全部これなんかルールしか従ってなんかやってるんですよね、おそらくね。そうですね、自分の中でルールが決まっていてやってるんですよね。はいはい、それは重要ですよね。これは主体とか客体とかっても決まっていて、やって、はい、あと例外はって決めてやるっていうところですね。はい、あと簡単に問題にこうなんていうのかな、ポイントだけ書いて、見るということをやってるってことですね。はい、そうそう、だらだらね担当の問題だけ書いちゃって写す人がいるけど、それはあんまり多分効果はないのかもしれないっていうのは思ってるんですね。で自分これやったことがあって、問題集ずっと書いていって終わってしまって、そこで終わったっていうイメージがあって、作って満足したっていうイメージがすごく僕はあったんですね。でそうじゃないと、そうだとやっぱり受からないっていうことだと思うんですね。でこういう形でちょっとまとめてもらうといいのかなと思います。でいろんなところも全部これ書かれてますよね、かなり、ね、そうですね、一通り全部書いてあるんで、はい、まあこれ1年間で作るわけでしょ、はい、で数年やって作ってるわけじゃないので、このくらいやらないと担当って受からないっていうことだろうし、論文も受からないっていうことですね。だからもしこれぐらいやってなかったら足りないんですね、おそらく勉強としては。それが多分ポイントになってくるのかなと思いますけどね。じゃあカリキュラムとかってのはよく分かったんですけども、どうかな、僕のスタイルって合いました？合う人とは多分合わない人がいて、だからレックっていろんな先生揃えてるんで、どの先生でもいいと思うんですよ。ただ合う合わないっていうのがあって、特徴がそれぞれあるじゃないですか。でどうですか、僕の講義の中身なんですけども。はい、そうですね、私は通学の先生たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、一応、他の先生方のお試し受講とかもちょっとしてみたんですけど、はい、やっぱり佐藤先生が一番なんて言うんでしょう、話がすごい深くて、例えばただそのこの条文についてだけ説明してもらうってことではなくて、その条文がじゃあなんでできたのかとか、その背景、時代背景とか、他の法律との絡みとかもそのまとめてお話ししてくださるので、それがもし何かこう多いって感じる人もいるのかもしれないんですけど、私は記憶する上ですごくそれが良かったなって思ってて、あ、佐藤先生がああいうお話ししてたなっていうところから記憶できたりするので、それは私にすごい合ってたなと思います。そうですね、合う合わないってやっぱりあるからなと僕も思うんですけども、僕割と喋る方だもんね。そうですね、あまり作業させるってことは僕はしないので、喋る方のタイプなので、それが合う人と合わない人多分いらっしゃると思うんですね。それはこれから入門講座を選ぶ方、まずいろんな先生を見てもらって本当に誰が合うのかな、あと場所にもいると思うんですね。例えば
通信がいいのか生がいいのかっていうのも多分あるので、まあ、それも含めて全部選んでもらうと本当にレックでいろんなバリエーションの選手がいらっしゃるので本当にいいと思いますよ。だから揃えてるんだと思うんですね、レックっていうところはね。で、うん、確かによく喋るし、かつ余計なことも喋るし、関連することも喋るし、あと判例はこういうふうになるよって喋るしっていうのもあるので、まあ、それがいい悪いは、まあ、一長一短あるので、まあ、受ける方の目標に従ってっていうかね、目的に従って選んでもらったら僕はいいと思うんですね。うん、でどうですかね、法律やって面白かったですか？はい、すごく面白かったですね。やっぱりただそのこういうふうになってますでそれを覚えてくださいって言われるよりも、うん、なんかこうあなるほどなっていうことが多くて、うん、なんていうんですか、なるほどなって思うとやっぱり暗記しようとしなくてもなんかこう自然と頭に入っていたりとかするので、うん、よかったですね。そうですね、暗記をするのは僕も苦手だったので、うん、若い頃はね、僕も最初の若ければ多分入ってくると思うんですよ、どん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 。だけど僕受けた頃って向かったの32だったのでそのくらい勉強してたんですよね。でどうしてもやっぱもうちょっと暗記だけではちょっと限界っていうか面白くないって思い始めたので、うんまあ、そこから考えるようになったんですけども、うん、ただこの業界って教科書がないでしょ今あんまり、はい、まあもちろん一部の本はあるんですけども極めて難しすぎるとか、うん、ちょっとね一般のことが法律が分かってないとちょっと読んでも難しいとかって本結構あるじゃないですか。でやっぱり予備校の本って優れてます？そういった意味では。そうですね、すごくなんか噛み砕いてというか、うん、私は本当に初学者だったんですけど、うん、分かりやすく書いてあるなと思いました。うん、そうですね、うん、でどうかな、あと他に僕のクラスでやっていてよかったなっていうのは何かあります？講義以外でも何でもいいんですけど。あ、そうですね、ゼミが私はすごく良かったなって思っていて、はい、講義は週末にあると思うんですけども、そのゼミで私は答えられるように1週間その復習を頑張るっていうスタイルで、うん、そういうペースでやってたんですけど、やっぱりすごくこう深いところまでそのゼミでもこう聞かれて、条文がどうなっていたかだけではなくて、なんでこうなってるんですかとか、その今まではじゃあどういう経緯で制度が回ってたんですかっていう、そういうところまでその受講生に聞いてくださるので、それを答えようとすると結構復習時間が必要だと思うんですけど、やっぱり佐藤先生のクラスの方はみんなスルッと答えていらっしゃる方が多くて、それにすごく影響をされたりして、うん、そこで自分も理解を深めたりとかできたなと思います、ね。うん、ゼミで言ったのはあれですね、終わった後にやっていたやつで、はい、ずっと聞くってやつですね。なぜこうなるこうなるこうなるってことを延々と当てていって最後どうなるっていうところとか、あと特許と条約の関係とか、はい、から他方の関係は一体どうなってなぜ違うのかっていう、あまり書いてないことですよね。うん、でもちょっと今試験の傾向少し変わってきて、まあ、今年受かった科目だと、はい、例えば衣装という科目がありますよね。かなり少し変わったかなと思うんですね。はいはい、昔ああいう問題はなくて、多分最近もなかったと思うんですけど、ガラッと変わってああいう傾向って出てくるんだなって思ったのね。でもあれが多分これから必要になってくることを多分、うん、試験の先生って考えて作ってるのかなと思うんですけども、あの手の問題どうですか？例えば特許の判決が出て、はい、衣装ってこれ当てはまるんですかって聞いたりとか、うん、あるいは過去の昨年度はその一昨年度は最高裁の判決が出てこれなぜできたのかっていうところを書けっていう問題が出ましたよね。そうです、結構事前対処してもできないっていう問題でしょ、うん、あれってあれどういうふうに考えて解いたんですか？回答が、まあ、一応ないじゃないですか、はい、当然よく教科書見ても特許の判例が衣装にこれ当てはまるって考えますとかね、うん、あったりするので、衣装ってあまり判例がないから、はい、特許の裁判例そのまま使うんだって書いてある教科書によくあるんだけども、あれもうちょっと違う点で少し考えてくれってことを多分聞いたと思うんですね、うん、衣装独特の見地でどういうふうにあれば考えていったらいいって思って臨みました。そうですね、佐藤先生のゼミでもやっぱり他の法律ではどうなってるとか、うん、なんでじゃあそこが違うのかっていうことをすごくたくさん聞かれていた印象があって、うん、
その論文の時もあのなんでその特許の判例が遺書で出るんだろうってちょっと考えたんですけど、あのやっぱりそのなんていうんですかね、そういうゼミで培ったなんか考え方、うん、そのなんで一緒なのかとかなんで違うのかっていう考え方を、うん、あの身につけるべきだったんだなと思って、やっぱり暗記してるだけではこれは解けないんだろうなとは思いましたね、うん、そうね、うん、ね、難しいのはそこですよね。新しい問題が出てきた時にあなたはどう今まで使ったものに基づいて答えるかっていうのが多分これから修行って多分問われてくると思うんですね。昔と違うのは、昔は情報っても修行だけが独占していたので知ってればよいっていうのがあったんですね。で今もネット上にいろんな情報っても氾濫してるし、お客さんのが詳しいことがあるでしょ。あ、そうです、当然投資者なんで相当調べてきて、それも大きい会社だと絶対調べますよね。でそこに対してアプローチを知るってことなので、当然そのことは知っていて、その上でどうするんですかって多分聞いてくると思うんですね、まあ、それは多分今の試験の先生ってよく考えていて出してるっていうのすごくイメージがあって、やっぱ予備校ではちょっと作りがたいっていう問題かもしれませんね。回答がないっていう世界を聞いてるっていうところなんで、だから今日少し斉藤さんが言ったように、あの論文で受かったような記憶しなかったけど感じがしなかったけど実際行ったら受かるってことがあるのかもしれないですね、うん、まあそれ科目特性もあるしね、はい、特に文芸科目、うん、必勝商標ってそんなところが僕は強いと思っていて、特に考えろっていうのがこれから中心になってくるのかなって思ってるんですけども、うん、今後どうですかね、どんな風な弁理士になりようと思って今考えてるんですか。そうですね、私はまだ実務経験もないですし、うん、その、まあ、文系あの理系のバックグラウンドがなくて、うん、あとちょっとまだ英語とかもあまり得意ではないので、うん、ちょっとこれからあの、まあ、どれか一つでもいいから自分のなんか強みになる部分とか、うん、この業界で武器になりそうな部分をちょっと見つけて、うん、それを伸ばしたいなとは思っています。そうだね、どういう分野がいいんですかね、うん、これからね難しい、いろんな多分選択肢がまだ若いからっていうかねあるので、いろんなこと多分できると思うんですね。ちょっともう僕はもう無理だなんだけど、もうね相当年だから難しいんですけど、若い方だったりこの資格を起点としていろんなことが多分できるだろうし、そうです、国際的にもできるだろうし、あとなんだろう、今まで考えてなかったようなことをアプローチをしようってこともできるだろうしって思うんですね。でいい資格だと僕はすごく思ってるんでね、うん、本当に思ってるんですけど、まあなかなか伝わらないのかなっていうところはちょっとねすごく残念で、まあ受験者が減っちゃったっていうのは時代の優勢かもしれないんですけど、すごく残念だよなっていうのは本当のところですね。そうですね、じゃあね、そうですね、最後にこれからまあ、目標を今聞いたと思うんですけど、はい、どんな弁理士になりたいかってまだ分かってないんでしょ。そうですね、これから決めていってっていうことですかね、はい、でじゃあどういう勉強していったらいいのかっていうことも含めて、これから受けるって方にメッセージって何かありますか。あ、そうですね、はい、やっぱり弁理士試験はあのやっぱ挑戦しようと思うと、うん、その年単位で時間がかかってくる、うん、すごい難しい試験だとは思うんですけど、はい、あのやった分だけやっぱり成果はちゃんと出てくるような試験だと思うので、うん、あのぜひ諦めないで頑張っていただきたいなと思います。そうね、はい、まあ、あの集大とか月単位でパッとできるような形じゃないけども、はい、まあ、年単位でちゃんとやっていけばどん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 上がっていくっていうことはあるかと思うんですね、はい、で多分今日斉藤さん言ったようにこうパッと上がるっていうイメージ、僕もこうかなり長くやってたんですけどずっと低迷期があって、うん、ある一点的にあったらピュッと上がって、そのまま受かればよかったんですけど、その年なんかねあのたまたま問題文を読み間違えちゃったんで、担当初めて受かった年ふた論文で受かるって周りから言われてたんですけど怒っちゃったね、うん、でそこからガーンと下がったんですね一回で、またそれから上がってって受かったっていうのがそのちょうど平成9年の時だったと思うんですけども、急にこう上がるっていうところがあって、その上がったところをこう逃さないで捉えるっていうことね、多分今回それが一番うまくできたっていうことじゃないですかね。上がった瞬間こうパチンと捉えて受かった、はい、で多分長くなっちゃう人って多分上がったところをうまく捉えたっていうのが多分ないからおそらく長くなってしまうので、ぜひね
これを聞いてる方、こう上がってしまった瞬間、それを捉えて、そこだけぜひ新宿に本当に数ヶ月間やると受かると思うんですね。まあ、ぜひそういう形でやってもらいたいと思うんですけどね。今日斉藤さんのね話を聞いて、どうかな、たくさん参考になったところってあると思うんですよ。でさらに、これ条文集とかね、どう使っていったのかとか、あと四方対称使ったのと何か理由あるんですか？あ、そうですね、比べやすいっていうのと、うん、あとまあ余白が多くてメモがしやすいっていうのもあって四方、うん、に しましたね。ああ、四方対称ね、もうこれも使ってっていうやり方もあるし、はい、まあ自分なりにうまくこうねまとめていってやる。あと予備校はもちろんね全部教えてるつもりなんですけど、まあそれは不可能なので、あくまで枠ですよね。その枠からちゃんと自分で勉強していってやるっていうところをぜひ、今日のね斉藤さんの経験を基盤としてぜひやっていただいたらよろしいのかなと思っていますね。ということで、今日最後メッセージを言っていただいたので、あと皆さんねこれを聞いていただいて、ぜひ、これからね弁理士になって、まあ、一緒にこの業界に働いていけばいいですかっていうことをね言いたくて最後終わりたいと思ってるんですけども、ね、ぜひこれからも頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。で今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。